後崎チャンネル。こんにちは。ガゲップ選手のその後。いやこれはもうね、はい、里崎チャンネル恒例の、そうですね、答え合わせを、はい、ね、していかないといけないですからね。そうそう、やっぱ今年ね、うん、頑張らなきゃこの選手はね、はい、いけないって言ったね、うん、選手たちが、はい、だから昨年はね、うん、DeNA の桑原が、はい、崖っぷちから、うん、タワマンで、はい、お茶ティー、はい、っていうぐらい崖っぷちから残ってしかも今年も頑張ったしね、はい、だからダメじゃないんだよね、今年チャンスだよっていうね、はい、だからあと頑張らなかったらっていうね、うん、ところでね、はい、じゃあ優勝したチームからいこうかな。そうですね、うん、じゃあオリックス、はい、オリックスで崖っぷち選手に挙げたのが、後藤俊太選手ね、はい、やっぱもうね福田もセンター出てきて、うん、ここで頑張っていかないと、はい、ポジションどんどんなくなっていきますよっていうところでね、うん、トレードです。トレードに、はい、はい、中日に行きました、はいはい、だからまあ、一軍もいたりしたけどね、うん、ここで掴めるかどうか、まあ、でも同じやりのね、うん、大島、岡林っていうところが出てきて、はい、まあでも守備固めでもね、うんうん、いけるっていうことを考えたら、はい、チームが変わった継続崖っぷちだね。うん、そうですね、まだ、まだ抜けきれてはないよね。来季掴めるかっていう、ね、うん、そうだね。あとはその加藤翔平とかね、うん、同じタイプもいるしね、はい、で2年目だったらブライト鵜飼っていうところでね、うん、右も入ってくるっていう中でね、うん、はい、でひょっとしたらアリエル・マルティネス を契約しなかったから、はい、新しい新外国人選手が出てくるかもしれないし、でちょっと継続だね。外野って課題と言われつつ激戦ですね、うんうん、今日だからシュンって継続、はい、崖のまま落ちてもないし、はい、上がってもない、まだその位置にいるって感じですね。そうそうそう、はい、で続いて、松井、私の先輩が、うん、それはもうちょっとね、はい、あの戦力外に、はい、だからなりました。もうだからまあ落ちちゃったっていうことで、まあでもよ、はい、うん、オリックスだけの崖が人生の崖じゃないからね、うん、そうです、もちろんです、うん、でしかも全員がね、だからもう全員来るのよ、うん、そのね、実績あっても、うん、なくても、うん、ベテランでも若手でも、うん、全員最後もうここの年で勝負しなきゃっていう時がね、うん、来るわけよ、はい、でそれのね勝負かけていって、まあ、1軍でも投げてるしね、うん、そこで、まあ、最後まで頑張った結果ね、はい、私はかなりのベテランですから、そうチームを離れるってなったとしてもね、はい、うん、まあ、俺は、まあ、俺もだってハムの時のルーキーの時から俺は知ってるしね、はい、対戦してるからね、うん、その中では非常にねよく頑張ったと思うし、はい、まあ、これはもうね日本代表にもなってますし、そうそうそう、まあ、続いてやるのかどうかね、うん、ちょっとまだ分かんないけども、はい、まあまあまあっていう感じだね、うん、そうですね、続いて、はい、阿部、おお、タワマンで、はい、コーヒー飲んでます。うわ、だってもう日本シリーズで、まあ、打たれちゃったけど、はい、うん、守護神来たからね、うん、でしかもオリックスの終盤の大事な時に平野がベンチ入ってない時は守護神してたりとか、はい、かなりの、いや超重要な活躍をしましたよね、うん、もう、うん、タワマンで、タワマン行きました、うん、もう今年のナンバーワンタワマンじゃん、はい、そうですねそっか、崖っぷちって言ってたんですね、阿部さん。だって入るのが遅かったから、うん、だからそれはもう3年も4年も5年も待ってくれないから、毎年が勝負で、そっかそっか、もうこの2年目っていうところで、確固たるものを掴まないと、うん、やっぱ年も年だからやばくなるねっていうところでね、うん、もう、今年、タワマンでお世話になります。もう崖にはいないですね。お崖、はい、見えへんやろ。いや、そうですね。崖どこみたいな。もう、天空の、まあ、普通にいたらもう来季も確実っていう、もう富士山とか見ながらお茶飲んでんじゃん、はい、だからオリックスやから大阪やろ、うん、だからもう淀川見ながらお茶飲んでんじゃんだからそっか、崖に選んでたんだなっていうね、もう通天閣が下に見えるんちゃうかまあそのぐらい、まあ、いやよく頑張ったね、本当に、うん、そのね、やっぱりその家族もいる中でね、うん、遅くに入ってきてね、はい、でしかもかなりの重責のもと、うん、そこで活躍して、はい、しかも日本一だからね、そうですね、素晴らしい活躍だったね、貢献して素晴らしかったです、うん、もう大気からもう崖にはいない、はい、でもね、上がっても落ちる可能性あるから、そこを保つために頑張ってほしいね、そうですね、うん、常にたまにいていただいて、はいはい、続いて2位ソフトバンク、はい、マッチ、はい、戦力外です、はい、まあまあ多分ね、移籍はするんだろうなというところですよね、うん、そうだね、巨人だねはい、まあ、この動画出てる時ってもうね、もう多分決まってると思うけども、もう巨人だよ、巨人ですか、うん、だって重大な発表があって、素晴らしいベテランがチームに加わってきますって原監督が言ってたもん、はい、でもなんかインスタライブをするらしいよ、はい、だからもう巨人だよ、でまだ発表されてないよね、今撮ってる時はね、されてないけども、はい、巨人だよ、巨人ですか、ね、もう間違いない、はい、だからまあね、うん、続くだからね、まだ継続ですか、うん、だからそのソフトバンク賭けからは落ちちゃったけども、はい、うん、今もジャイアンツ行っても来年も賭けです、はい、
勝負ですね。まあ、もうベテランですからね。そうそうそう、まあ、それとも1年 毎年勝負だからね。はい、で、続いて大竹、はい、左ね、うん、っていうところで、まあ、今年もねコロナ禍の中で投げたけどね、はい、やっぱりちょっとピリッとしなかったね、うん、あれ今年大竹2試合登板で2敗、はい、登板チャンスはあったけどね、はい、ちょっとこれはなかなかもう厳しい状況に、ね、うん、なってきてるね。もう育成もいっぱい取るからね、はい、うんうん、そういった意味では今年結果ね残したかったなっていう ね、はい、そうですね、若干片手離れてるんちゃうかってね、うん、思っちゃうね。ということはまあ継続っていう感じですか。そうだね、まあ、まだ落ちてはないね、はい、うん、はい、セーブ、セーブで、はい、金子雄志、はい、まあ、最後出てきたけどね、うん、やっぱ外野もなかなかね固まらないし、セーブもね固まらないし、どうなんやろうね。まあ、2割7分7厘だから、まあ、いい活躍はね、はい、したけども、まあ、試合数少ないからね、44試合出場だから、まあ継続だね、はい、来季に向けて、はい、で元気な1年間を見てみたいね。うん、そう、通年っていうのがないですからね。うん、そうだね、なかなかね、うん、で続いて、はい、浜谷、はい、まあ、浜谷投手ね、左ね、はい、うん、まあ、隅田そのね、佐藤っていうところが出てきて、うん、まあ、その中で活躍しなきゃいけないやろうっていうところでね、はい、まあ、1軍は未出場ね、うん、はい、ファームで5勝4敗、防御率 5.38、ちょっとあれだね。そうですね、片手離れてるね、年齢的に。まあでも年齢まだ若いからね。若いですけど高卒社会人だからね。だからまあ隅田佐藤とかと勝負だね、はい、まあ続くね、はい、でも頑張っていかないと、うん、そこで負けたから、だから崖引き続きだね、はい、で佐々木健、はい、もう、うん、高層階じゃないけども、はい、もう中層階ぐらいで、もう崖にはいないです、ね、崖にはいない、ね、崖みたいな中層階ぐらいで、はい、だから所沢の、うん、もう中層階ぐらいでお茶飲んでるじゃない、はい、いい頑張りだったよ。いや本当にそうですね、うん、だからまあ隅田ね佐藤っていうところがなかなか定着しないで、まあリリーフだったけどね、しかも左のリリーフがやっぱりなかなかいないところでね、はい、でまあ途中ちょっとね失速して、あれコロナだったのかな、なんかでいなくなって、まあ、クモンとかね、はい、頑張ったけども、佐々木はもう崖になって、はい、もう脱出、そうですね、よく頑張った、はい、1年目いろいろあったけどよく頑張った、うん、はい、いやそれ言うのかなってちょっと、ね、それも勝てない、それはもう頑張ったんだからいいじゃんね、はい、そうですね、いろいろみんな何かあるよ、うん、うん、ミスはね、はい、あるけどまた頑張って立ち直るのが大事じゃん、うん、そうです、うん、結果出せば大丈夫で、続いて4位、はい、鈴木大地、怪しいな、ちょっと、え、怪しいですか。だってもう来季に向けて新外国人選手も来るし、うん、ね、まあ、ちょっと内野がいっぱいいるのでね、うん、ってなった時によ、はい、今年の成績が2割5分7厘ホームラン5本でしょ、うん、まあ、ユーティリティプレイヤーになる可能性あるね、うん、外国人が入ってくると、まあそうですね、もともとちょっとユーティリティ性があるっていうところで、でもまあぶら下がってはないね、はい、うん、あの崖のだから危険ゾーンにはいないけど、常に一軍にはいる選手なので、そうそうそう、だからあの崖の近くに立ってるだけ、立ってますか仮殺みたいな感じで、うん、学校はいない崖に、はい、もう崖の上には立ってるから、はい、で足場は硬いよ、うん、でもまあまだ来年も勝負だねっていう、うん、そうですね、結果残したいなっていうところですね。そう、であと辰巳、はい、辰巳どう、いや辰巳はもう、辰巳はもう崖いないね、いないです、全然いないですね、うん、もう頑張ってるし、はい、もうこれはもう別に、うん、中層階ぐらい、はい、普通にね、うん、いるんじゃない、はい、いい形でね、いいと思います。もうこれはもう来年からもういることない、崖っぷちにね、はい、崖、あ、そういう時もあったねみたいなね、はい、感じね。まあ崖は今年抜けたとは思います、うん、そうだね、うんうん、これ抜けたね、はい、いい形でちょっと見てる方の安心感安定感ね、はい、出てきたね、はい、出てきました、うん、で続いて外野の右全員、うん、もう落ちた選手もいるね、うん、ねえ、なかなか右バッターがやっぱ出てきた、いやチャンスつかめなかったね。でも1軍いたよ、うん、来たけどやっぱだから2軍の帝王がね、うん、やっぱ多すぎるね、はい、まあ、2軍では結果出すけども1軍じゃなかなか出ないっていう、うん、やっぱこの右ね、はい、やっぱなかなか苦しかったね。そうですね、ちょっともう指離れて落ちた人もいるけどね、うん、まあ、でもまだ他のチームにね、はい、行く可能性もあるから、そうです、まだねこの先っていうのが分からないので、そうそう、だからそういった選手にはね、うん、頑張ってもらいたいし、はい、まあ、現役ドラフトがあるからなかなかね戦力外の選手のトライアウトも取るのが難しいんだよね、はい、だからそこら辺ちょっと遅くなるかも分かんないけども、うん、まだね、だってあの内田、はい、とかも見たよね、はい、そうです、でもまあまだちょっとしたチャンスあるかもね、はい、知れないから、うん、まあでもちょっと生かしきれなかったね。そうですね、チャンスね、なかなか右が出てこないというところで、続いて日本、はい、清水、うん、杉谷、はい、上原、金子千尋っていうところでね、まあ、杉谷と金子千尋はねもうチームを張られるっていう、はい、ところだったけども、うん、まあでも最後の杉谷も最後の勝負してね、う
行ったから、まあまあそれはね、誰しも離れる時はね、あれだけども、うん、まあよく頑張ったんじゃないのかなって思うしね。野球盤復帰とか、そうそうそう、もうだからあの、うん、高さんの事務所絶対入った方がいいよね。そうですね、提供魂で。もう絶対入った方がいい、はい。それが一番幸せになるセカンドライフだと思う。俺はね、はい、自分でやるよ。で金子千尋ね、はい、まあまあもう頑張ったでしょ。ね、まあもうそうです、もう一時代も築いたしね、うん、風も稼いだろうしね、一時期9回最高年俸ってね、うん、それはもう最後の勝負してね、はい、でまあハム若返りはかってるしね、まあ、これはもうそのね崖から落ちたとしても、うん、これはもう仕方ないね、はい、うん、清水ちょっとなんかちょっとキャッチャーね、はい、あの宇佐美がね、うん、出てきて、あと FA 問題で今伏見もね、うん、ひょっとしたらハムちゃうかってい う、ね、流れもあるからね、うん、そうなってくるとやっぱり今年ね1割9分4厘っていうところでね、1軍で頑張れなかったっていうのはちょっと危ないね、はい、でも一時期里崎賞に一番近いって言われてたんですけど、そうそうそう、今年ね伸び悩みだね、なかなか、はい、ちょっと危ないね、うん、ちょっと引き続きとかちょっと一瞬落ちたかもわかんないね、結構ちょっとキャッチャーの争いがこうなってくると、で続いて、上原健太ね、はい、ドラフト1位のね、うん、選手だけど、まあ二刀流っていうところでね、はい、やってるけども、ね、先発もしてましたが、うん、25試合3勝5敗でもね、いいところあるよ、うん、あですか、うん、その投球にしてもね、はい、あのちょっと大雑把なところあるけども、うん、光るものあるから、まあ1階やな、1階マンションの1階にいますか、いる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 、はい、そもうなんかいい感じ、来年ひょっとしたらもうちょっと良くなるかもしれない、おお、だから1階のエントランスのロビーには入ってるよ、おお、よかった、はい、崖、あ眺めいいねみたいな、ああそういう感じにはいけてんちゃうかなって、その成績だけじゃなくて投球内容を見てると、はい、そういった意味では来年も面白いかなっていうね、はい、日本ね、今これ順位順に行ったのに、もう間違えちゃった、間違えちゃったね、書いてる順になっちゃった、もうそれはもうご愛嬌で、はい、すみません、じゃあ最後ロッテですね、はい、ロッテ、うん、2人ね、はい、何やってんだって話だね、もうこれ、これもうさよならさよならグッバイのこの音楽だよ、これこれカメラに音入ってますかね、入ってますよ、入ってますね、このもう二木って言った瞬間にこのメロディーが流れてきたんだけど、いやそれじゃあ悲しいこと言わないでくださいよ、はい、ね、2勝4敗 4.18、うん、18番背負ってね、はい、27歳、うん、もう3ね、来年28だよ、はい、危ないよ、まあ落ちてはないけど、うん、もうこうなってる感じよ、もう、うん、しかも先週代から菊池も入ってくるしね、はい、そうですね、こうなってる感じよ、一時期ね、まあ、柱っていう感じだったのに、でも2桁で1回も勝ってないからね、だから周りがちょっと騒ぎすぎっていうところもあるけども、うん、ちょっと引き続き頑張んないとね、はい、っていうところはあるね、うん、次福田、はい、うん、まあもうちょっと指1本しかないと多分、まあ怪我もあるけどね、はい、でももう外野はもう高部荻野が来て、で山口が入ってきたら、そうですね、ではそこあと岡とかね、うん、和田とかいて、うん、まあ、外国人もひょっとしたら取ってくるかもしれないし、うん、もう FA で来たけどもちょっとノー頑張りだね、もう多分居場所年齢もあるし、多分契約年数あるからだけども、うん、ちょっともう正直落ちてて落ちてもう一回頑張ってみたいな、こんなもん感じだね、だから来年は本当にこうね、うん、で頑張らないとっていう感じだね、はい、で、ね、田村、はい、まあ、松川入ってきてね、うん、どうなるのかっていうところでね、まあ完全に干されてんのかなっていうようなね起用法の使い方だったけども、うん、まあ、監督も変わったからね、そうですね、分からないですね、まあ、そこら辺どうなるのかっていう、うん、なんか継続だね、はい、崖っぷち、 FA もしないでこう残留をしたので、うんうん、どうなんやっていうね、うん、まあ、継続だね、はい、田村、はい、っていう感じかな、ですね、だからまあもう、あの、安倍、オリックス安倍、はい、西武、佐々木、うん、そして楽天辰巳、うん、ニパーム上原ね、ここはもう崖にいない、まあ継続の選手たちもいるけどね、はい、これやっぱ動向っていうのはね見守っていかないといけないですね、そうそう、でもまあよくね本当に阿部とかね、うん、辰巳で、まあ、佐々木、うん、この3人は特によく頑張れたと思うね、はい、でまあ上原は来年に向けてはいいところを見せられたんじゃないのかなっていうところもあるしね、はい、田村は監督が変わってね、うん、どういうふうな基本になるとかね、うん、最後はてめえの力だぞっていうね、はい、ところだけは言っときたいなっていうね、うん、そうですね、はい、またこのシリーズもね、はい、セリーグ編ありますんで、はい、ぜひお楽しみに。はい。